ニートビーツミスターパンです。よろしくお願いします。普通はその PA システムっていうのがあって、全てにマイクがセッティングされて、でその PA システムで音が作られたものがそのライブハウスのスピーカーから全部鳴ると、それをみんな聞いているのが普通ですよね。それをあえてライブハウスの PA を使わないっていう、基本的にそのアンプはアンプだけ、ドラムはドラムだけ、ベースのアンプもベースのアンプだけで、ボーカルは、そのマイクのスピーカーから出る音だけっていう、その一番シンプルなセットでライブをするっていうのが生音ライブです。やる方は難しいですね、その音のバランス。例えばそのドラム、例えば一番大きな音が出そうな感じのドラムっていうのも意外とマイクを取ってないと生なんで、結局その音量のバランスとか音圧のバランスっていうのが非常に難しいので、やってみないと分かんないん で、それはまあ僕らも結構今まで何回もやってきたんで、その辺はなんとなく雰囲気は読めてるかなみたいな感じです。例えばライブ版、いわゆる世の中に出てるいろんなバンドのライブ版として、すごい自分の中でおおって思ったのが、ビートルズのライブアットスタークラブ、1962年の、まあ、いわゆる海賊版なんですけど、音が別にいいわけでもないんですよ、正直で。全然音も悪いし、ただそのなんかライブ版としてのその熱気というか、その熱量がみんな普通に思っているビートルズに対しての感覚じゃない、なくなるというか、あ、こういう時代もあったんだみたいな、若さあふれるみたいな、生音でやってる環境でそれがライブ録音されてるっていうのを聞くと、なんかこう若さがあふれるんで、年取らないようにそういう感覚を忘れないようにみたいな感じですね。それで やろうかなみたいな、一応来年20周年なんで、まあ、春ぐらいにはパッケージしてやりたいなと思ってます。オフィシャルで出してるけど、まあ一応なんかノリとしてはブートレッグみたいな雰囲気あってもいいのかなと思います。でもそれうまくいくかどうかは分かんないですよね、まだ。そう、うまくいくかどうかは分かんないですよ。機材が、撮る機材も古いんで、撮る機材を新しい機材撮るとそこは全く意味ないんで、まあレコーディングする機材もやっぱりその、まあ、モノラルで撮るんで、まあ、多分チャンネル調整もできないし、だから本当に一発撮りというか、だからなんかあれですよね、まあ成功するのか失敗するのかみたいな、まあでも失敗してもそれで出しますけどね。それはそれでみたいな。